これだけ合法というのは約 20% あ、ね、いやいやあのね、だから佐々木だけじゃないと、ね、いやわしちょっと言わせてください、はい、あのねこれ今ね我々の組織ね、うん、覚醒剤をすればね、うん、これ指切り問題やし、うん、破門されますよ全部、うんうん、はいね、うん、私は自分の組織にはね一、うん、人もおらんとわしは自信持って言います、うん、はっきり言うて、うん、今までないねんから、うん、だからこれをね、仇の社会にしたこともね、覚醒剤と麻薬となったら仇がやっても全部我々がしたように仕組んでるわけだ、はっきり言うて。ただ中小の暴力団はかなりやっぱりどこす？あの中小の暴力団はね、どこの暴力団？中小、中小、あ、中小はね、中小、中小、中小大きいんじゃなくて中小、ちょくらいのとちっちゃいのはかなり覚醒剤、ああ小さいところが、あれはいいしのぎになりますでしょ。いやそれはね、今ね、仮にね、私がね、仮に私もね、うん、若い自分に終戦後来たことありますよ。でうちの中にもね、そういうやつよくおったわけさ。だけどもね、覚醒剤なぶって麻薬なぶってね、儲けた人一人おりません、うん、でね、はっきり言って、そしたらなんで暴力団やってるんですか。いやいや誰もね儲ける、うん、儲けるね、これね、うん、調べてくれたら一番、だからそしたら、ね、一番はっきりしてるわけだから、いやだからさ、はっきり言って、だからああいう小手組なんてやめてね、うん、普通の会社にすりゃいいじゃないですか。いや会社にするようだってね、これね、はい、我々がはみ出したもんをね、今そのこの社会がね受け入れ体制がありますか、会に。